ごくない？頑張った、マジで。よし、ヒゲ剃ってない。やば。はい、ということで、ファスキルです。修学旅行の人や。ということで、今日はね、いつも撮影してるのがここなんですけど、この扉、結構コメントで来るんですよ。後ろの扉、何って。これ、こんな感じになってて、そう、ここが防音室で、いつもここでレコーディングとか弾いてみたとか、撮影してるんですけど、まあ、ここをね、雰囲気出して、撮影できるように、改造しようと思って。そうやなぁ。つい2時間ぐらい前。ラーメン食うてて、改造せえねん。はい、ということで、材料を今から買いに行ってきます。はい、行ってきます。ということでね、大改造するために今、素材を買いに来ました。はい。すごいんやで、こんなん持ってる。一番これ4000円。どれかも。いろいろ探したんですけど、これ。一回出してみて。3枚が買って、継ぎはぎして作ろうと思います。はい、取り出して。今思い出したんやけどさ、これどうやって持って帰る？まあいいや、一回買おう。ありがとうございます。6,980円でお願いいたします。行くぞ。やばい。なあ、なんで？でも入りそうやで。ちょっと引き抜いてくれ、それ。はい、どうしよった、完璧。なあ、リーゼント生えとるやんけど。はい、帰ってきました。キャパオーバー。この黒い板ね、これちょっと袋をかぶってるんですけど、もう一個があれ、カメラを持ってきてるって理想は、を全部黒にしたいんですよ。そう、真っ黒にね。で、そうなった時に、このエアコンがクソネックなんですよ。つい30分くらいで壊そうかなって考えてたんですけど。でもやっぱ、夏場ちょっと必要になるんで、この段ボール、これは0円でした。段ボールをこんな感じで、黒く塗って、カバーしようかなって感じで。それでは部屋を、改造していく。さばいていく。とりあえずキックズがいっぱい下に落ちてるんで、それをとりあえず掃除機で。あるあるだけ言わして、あのね、これドラマあるあるなんですけど、絶対、いや、ちょっと言わして。あ、言えや。ドラマあるあるなんですけど。はい、もうあの、いらんやつ多すぎるから、外出すわ、外出すわ。よくよく考えたいけどさ。俺らずーっとエアコンばーっか邪魔やと思ってたよな。うん。唐突なる突起物。まあでもさ、それテレビの線やろ、多分。とってもだよ、これ。じゃあ俺はね、エアコンにつける段ボールをちょっと作っていきたいと思います。中めり込ましといてさ、もしここで使うことがあればさ、ない。いや、こんな細いの？もう一段階上のやつあるやろ。もう一段階上。もう一段階落とそうか。もう一段階落とすか。ということで、ようやく完成しました。あー、クソ疲れたで、ほんま。ぶち殺してしよ、ほんま。結局ね、日またいでね、3日目か、これ。クソ時間かかったよな。うん、たまらん。たまらんけど、まあいいもんできたよな。うん、結構な、素人、ど素人が して宣言やなぁ。ちょんがまーい。まあ、ど素人が下にちょんがけれなんて言えばいいの、日本語が出てこう。そう、ど素人にしてはお前らやるやんみたいなクオリティにはなってるやん。そう、早速もう喋りなんてどうでもいいから、早速行こうか。カメラ持ってきて。じゃあ行きます。3 2 1。どうですか、どうですか、今の日本は。これ結構すごくない？だってあのグレーやったけど、一
面黒でした。頑張ったマジで。まあほんでね、ここがちょっとねいい感じでね撮影スペースにもなったから、今後ここでも撮影を増やしていきたいということで、今からブラックタイプの T テナカを公開したいと思います。 VTR you got enough